取材ですが、今日は少し遠くまで行ってきたそうですね。はい、今日は三重県まで取材に行ってきました。はい、東京から出るのは本当に久しぶりなんですけれども目的はこちら、ビットコインです。実際はインターネット上の仮想通貨なので、こういったものは存在しないんですけれども、今日このビットコインを現金に変えることができる機会が初めて日本に上陸しました。三重県鈴鹿市に来ています。こちらでは初めてビットコインを現金に変えられる機会がお披露目されるということです。今日は記念すべき日でございます。日本初のビットコイン ATM のお披露目です。1、2、3。今日お披露目されたビットコイン ATM、地元の貿易会社がアメリカから輸入したもので、日本で初めてその場でビットコインを買ったり、ビットコインを現金に変えて引き出すことができます。今日は千葉の浦安から、明日車でわざわざ千葉からやってきたというこちらの男性、自分が持つビットコインを現金に変えるといいます。で、実際にちょっといいですか。はい、まずは電話番号や免許証、手の静脈パターンを登録、そして買う、売る、換金の3つのボタンのうち、換金するにはビットコインを売る必要があるため売るを選択。引き出しは1000円単位、今日のレートで 0.04 ビットコインに当たる2000円を引き出します。すると出てきたのは QR コード。ネット上の認証プロセスなどがあるため、すぐに現金は出てきません。待つこと10分。来ました。そうですね、 Your Sales Transaction Ready for Withdrawal。 スマホに準備完了を知らせるメールが届きます。先ほどの QR コードをかざして引き出しを押すと、実際にお金が出てきました。これとね、通貨っていう感じで実感がありますね。今まではもう本当にパソコンの画面上の数値でしか見えてなかったんですけども、実際手にすると嬉しいものですね。この ATM、来月には都内の飲食店に納入される予定です。今日のお披露目には製造元のアメリカ企業のトップもラスベガスからテレビ電話で参加。How many machines do you expect to export to Japan? As many as the Japanese market can bear. Our goal right now is we have 15 currently live around the world. We've shipped 35. We will be shipping another 50 before the end of May. 一方、日本では通貨と認められていないビットコインを現金に変えることに問題はないのでしょうか。そうですね、日本で初めてのビットコインの ATM というのがお披露目されて、俺たち開発担当してるんだから、もうお金じゃないとなると財務省金融庁の所管ではない。管轄官庁がないという点では不安なところもあるんですが、弁護士の先生とよく協議した上で違法性はないという認識です。そんな行政を尻目に、ビットコインをより使いやすくしようとする動きは広がっています。アメリカ人のマック・ワイトさん、今ビットコインをより簡単に利用できるサイトの準備を進めています。すごい簡単にビットコインを手に入れることを応援するサービスです。マウントゴックスの破綻で自らも損失を出しましたが、ビットコインの普及は進むと強調。マウントボックスの問題があって怪しんでる人が多いと思うんですけど、やっぱり日本以外の全世界でビットコインがすごい普及してますし、日本もいつかは同じ道に、向かっていくと思うんです。